高橋修斗さん。タイトルはみかん作りで地域に貢献です。僕の将来の夢は、おじいちゃんやお父さんなどがしているみかん作りの仕事をすることです。この仕事をしたいと思ったきっかけは、小さい頃からみかん山などに行き収穫の手伝いをするのがとても楽しかったからです。よくその頃はみかんの収穫をしたり、2トン車で市場に行き運ぶのを手伝ったりしていました。そのようなことがきっかけで農業に関心を持つようになりました。また5年生になり、社会科の学習で日本の食料生産について勉強をしました。そこで驚くべき事実がありました。それは日本の食料自給率がとても低いということです。食生活が豊かになった一方で、その食料を多くの外国から輸入している事実を知り、大きなショックを受けました。だから僕は自分の国で育てて食べる食料自給率を上げていかないと、災害などが発生した時大変だと思うようになりました。だから僕は今のうちにおじいちゃんやお父さんからみかん作りで大切なことを聞き、作業を手伝うようになりました。僕は将来農業のことを学べる学校に進学し、作物を育てる新しい技術や方法を学んで、今よりもっとおいしいみかん、そして消費者に喜ばれるみかんを作りたいと考えています。一人の力では小さいかもしれませんが、僕と同じ考えを持つ人が一人でも増えれば、日本の食料自給率は上がり、もっと豊かな国になれると思います。また地球温暖化で大きな災害が発生することを知りました。農業は作物を育てるだけでなく、地球温暖化の影響で大きな災害が起こるようになったことを知りました。だから僕は農業は作物を育てるだけでなく、自然を生かし守り育てることも大切だと思います。僕の住んでいる大久保は自然に恵まれていて、住みよい環境が残っている、とても住みやすい地域です。これからもその地域の財産を大切にし、おじいちゃんやお父さんたちと一緒に頑張っていきたいです。